5月橋は、岐阜県鴨郡八尾津町と水波市の間の基礎川に架かる橋である。丸山ダムの上流、約10キロメートルにある、深沢橋にある吊り橋である。本来この橋に接続している国道418号、岐阜県道352号大制水波線は1年間、通じて通行止めになっている。未整備状況で落石が多いこともあり。 接続道路はすべて通行禁止となっている。もともとは現在の岐阜県道352号大西水波線の橋である。開通当初は自動車の通行も可能であったが、1982年の集中豪雨のため、岐阜県道352号大西水波線、国道418号が被災し、通行止めとなってしまう。この地域は落石多発地帯ということもあり、 復旧も困難であることから2016年現在でも災害による通行禁止の状態が続いている。この集中豪雨で5月橋は被災したが流出することはなかった。しかし接続道路が完全に寸断されていることから通行車両はほとんどなくなり荒廃してしまった。2016年現在の橋調は鉄製の金網のみで歩行者のみが かろうじて通行できる状態であり、基本的には一般人が通行する橋ではない。2011年7月23日までに5月京南端と水波市衛生センターにそれぞれチェーンが張られ、通行禁止の標識が立てられた。5月京南端水波市衛生センター間の路肩崩落と路面への落木が原因と思われる。これにより橋を渡ることは不可能になった。 新丸山ダムの建設に伴い掛け替えが計画されており、2016年8月時点で予備設計が終了している。ありがとうございます。